で、空の風。火の肩、行けるのか。空の肩だ。遅いな。任せて。力を借りる。了解。油断したな。知恵を貸してくれ。まずは一杯クケオン。いっとく？お食べお食べ。ピグレットまであと一歩。もてなしの心で膨れ上がり構え。メタモピグレッツ。チミカドとは縁の気持ち。しかし、なんだか様子がおかしいな。気をつけろよ、ヨリ。また一つ強くなれたか。
任せておく。悪かったな。はあ、
ぞ。さあ頼む。あ、まあこんなものだろう。よい。され弱い相手では無駄のラン。セッ。雰囲気じゃな。気をつけて進めよ、より。
渡ると予見したか。周到なことだ。逃げている。行くぞ。おっと、はっ、残らずキルとしよう。吹きすさぶ嵐のごとく。いつでもよい。呼べ。見えた。盛る炎のごとく受けてみろ。出番だ。すぐに行く。隙を見せたな。畳みかけろ。ふう、見切れまい。押し切る。受けてみろ。受けてみろ。食うのか。決める。だいぶ手間取らされたの。この先は楽に進めるといいんじゃが。気を急ぐなよ。出番だ。待っていろ。決める。力を借りる。任せて。決める。逃がさない。逃げた。任せて。どうかな。捕らえた。好機すかさず追い打て。遅いな。見つけまい。行くぞ。どうしよう。どないとはね。死に方による人払いか。腐ってもリの監査役だな。それくらいはするでしょ。神秘の任務で人目につけるべきじゃない。本命であってそこは変わらないはず。死の方。捕らえた。食うのか。キャッサ任せて。どうかな。見せてやる。力を借りる。任せろ。我らが刃突き立てる。せい。キャッサ了解。ここだ。
送ってくれる。成敗。それ。消えよ。死ね。動くな。加減はできる。送ってくれるぞ。しないわ。鍛錬の甲斐があった。はい。すみません。攻め入り、土帝を討つ。オッケー、じゃあ早速寛永寺へと
言いたいところなのだけど。ごめん、ヨリク。私やっぱり蛇神大使の方に行くわ。師匠、どうか行かせてやっとくれ。武蔵ちゃんには今まで散々私のわがままに付き合わせちまったからね。そろそろ好きに戦わせてやりたいのさ。わかりました。では土帝は俺たちが仕留めます。頼みました。持つべきは粋な主と優しい弟子ね。そうと決まれば善は急げ。宮本武蔵、これよりは蛇神退治つかまつる。早いな武蔵、我らも寛永寺へ向かうぞ。結界か。まずは周囲の奨励地を抑えるぞ。魔力を断って結界を破る。この魔力の高まりなかなかだ。差し詰め門番といったところか。手分けしてとはいくまいな。一つずつ片付けるぞ。ではこの地を抑えよう。任せて。終わった。浮き進む嵐のごとき。熟した。力を借りる。出番だな。我らが刃突き立てる。さあ澄み渡る天のごとく。危険。ツバメ返し。次の霊地へ向かうぞ。うむうむ。おお、武者のセーバー。悪鬼打ち果たすまで我が刃は曇らず。押されているようだ。加勢しよう。見せたな。畳みかけろ。
づいたか。改めて礼を言う。敵を同じくするのなら共闘も必要。貴殿の言だ。しかしよく操られずにいたもの、なぜだ。わからぬ。バビロニアの若旦那やキルケの霊もある。あらゆる英霊を操るわけではないのだろう。もどかしいな。かくいう私も一時は支配を受けたのだ。まったくもって腹立たしい。主持つ英霊でさえ傀儡とされたか。ではアッキラはいかに。ランサーは知らぬ。ライダーは敵の術中にあるようだが、見たところマスターとたもとを分かった素振りであった。そうか。腑に落ちぬか。しかりかの悪鬼が傀儡にされるとは。とてもあれは鬼、善なる鬼とは違う。世に仇をなす、打ち滅ぼすべき悪鬼だ。だが同時に神に類するものでもある。やすやすと人に操られるはずもない。神、人雷まとい師、無道の鬼神。愚足の中には何があるものか。雷の神か。私の知るものとは当てはまらぬな。そも神を表すなどとは当世あたりのまじないでなせるものか。難しかろうな。正体わからずか。まあいい。それでハグレのセイバー、貴殿はライダーを追うのか。いいな。ほう、そうなのか。君はライダー討伐を優先すると思ったぞ。当世に現れた悪鬼を断つ、まさしくそれこそ我が使命である。だが奴が傀儡とされたならば、その源を確かめねばならん。なるほど。では目指す先は同じということだな。しかりこの極光の刃、今は貴殿に預けよう。これでいい。寛永寺へ向かうぞ。待っていろ、土帝。
この清潔なる邪気。ああ、敵は近いな。より、土帝はそこまで来ているぞ。そのようだ。俺にもわかる。妙な魔力だ。ふん。セイバーとその主だな。いかにして英月の首輝を逃れたものか。まあ、よい。サジに過ぎぬ。どのみち、貴様らの敗北は覆らぬのだ。貴様、どうした？いや、この感じは、まさか君も。花、レオ、キレラを、キレバ、イナ、イナ、キ、わけには、私は、俺は、より、己土帝、誇り高き英雄英傑を幾度操れば気が済む。この瞳、この静寂、思考を切り替えろ。頼る相手ではなく、もはやこの無所は恐るべき敵。触れてやれ、旭日の武者。やるしかないか。もらった。目を覚ませ。我らが刃、突き立てる。よっ、空の刀。はっ、加減はできず。こっちだ。待っていろ。よけまい。飛行機、すかさず追い打て。力を借りる。出番だな。行くぞ。こっちだ。待っていろ。行くぞ。ここだ。術に抗っているのか。ほう、まだ生きている。しかし、いつまで持つかな。相性、あるいは霊気の特性か。武者のセイバーは術に抗い続けている。人たちのみであれば届くか。ああ、もう面倒だ。かくなる上は八つごと土帝を斬る。俺に考えがある。しばし、このまま刃をかわせ。言い切ったな。よし、ここは君に任せよう。火は熟した。来い。分かった、我らが刃突き立てる。こっちだ。待っていろ。避けるのよ。揺るがぬ血のごとく。見せてやれ。はい、任せろ。我らが刃突き立てる。空の刀。はっ、揺るがぬ血のごとく。
澄み渡る天のごとく。火は熟した。頼む。出番だな。我らが刃突き立てる。せや。狙いは悪くなかったが、無駄なことだ。義の勝者は私なのだから。陰陽師、土帝。小説の言った通りか。あまたのサーヴァントを操ったのは貴様だな。どうでもよいことよ。無意味な問いに答えることの葉は持たぬ。傷を負ってなおこの口ぶり。知らぬであろうがな。もとより英月は単なる魔力源に過ぎ、万能の願望器などではない。我らが一念によって作られし、我らが願いを叶えるためだけのもの。何？それよ、願いという餌に釣られた小魚どもが群れること群れること。片腹いたしというやつだ。故に私は英月の正しき所有者としてお前たちを罰するのみ。例えばこのように。土帝何がし、やはりキャスターの主か。まだ来るか。すでに己が霊地を離れて長い。逃げに回ればいずれ無惨しようが。ああ、ここまで来て逃げはない。古今東西の英傑の使い道としては下策だな。愚かな術者だ。愚か。気の利いた罵倒を期待したがつまらぬな。基礎のイノシシ武者よ。マスターとサーヴァントが殺し合う様、実に涙ぐましく痛快であったが、お前たちには望むべくもないか。命乞いは聞こう、あるいは自制の句でも読んでみるか。より、連中には構うな。奴を斬れば終わる。くだらん、やれ。ん？うっ。
この私が下船の輩なぞに。ライダー、ライダー、とこ来て私を助けよ。義の運営役は無事行った。さて、ここからだ。あら？ここは？あ？ずいぶんとまあ珍しい顔が。も？よその霊地じゃねえか。くそ、てめえの霊地放って何してんだか。お前の狙いは何だ。小説と手を組んでいるのか。くだらねえ、利用されるつもりはねえし、利用する価値があるやつなんざいるかや。ならばなぜ。なあ、お前は知ってる方の人間だろ。あ、地獄がどこにあるか一目見りゃわかる。善人の皮をかぶった野獣の類だ。お前はひどい言いがかりだな。わかるって言っただろうが。てめえが穴に抱えたもんは俺と大差ねえよ。ってわけで見せてみろ。なんせ。了解しました。やるぞより。あのマスターは死眼を見ていない。あれでは死へ進むばかりだ。それこそマスターの望みです。私は共に落ちるの。死の方すべてを灰に。我らに罰を。いかがです。見えた。捕らえた。澄み渡る天のごとく。終わりだ。後期すかさず追い打て。決める。セイバー、すぐに行く。もらった。覚悟。ランサー、ランサー、我が死をもって命じる。やつを、宮本伊織を地獄に連れて行け。承知しました。死の方、捕らえた。空の方、覚悟は良いか。無駄です。力を借りる。分かった。我らが刃突き立てる。ほっ、ヘリア。ベージュによる守護、あれを崩さねば奴に刃は届くまい。ならば私が守りを貫こう。武者のセイバー、良いのか。気遣いのよう。悪鬼の共柄を打つも我が役儀の一つ。さあ参ろうぞ。我
が人たち、あらゆる触りを切らん。覚悟、悪鬼の友柄。残念だったな。送ってくれる成敗。受けよ試練。当たりません。祈りましょう。雲が解けた。ここで攻め切る。の方いかがですか。力を借りる。任せろ。我らが刃突き立てる。成敗。攻防一戦。いかがですか。やられた。己ランサー、次こそは仕留めてくれる。よりいや、少し考えていただけだ。今宵はさすがに連戦が過ぎた。休息が必要だし、今後の方針も決めねばな。それから武者のセイバー、そちらの助力に感謝する。礼は無用。斧が役儀を果たしたまで悪鬼は立たねばならぬ。その友柄も同じこと。私はただ太刀を振るうのみ。ふむ、なんと爽やかな物言いだ。気に入った。君よ、勇壮の武者よ。感じるぞ、再び我らは共に戦うだろう。ああ、いずれ悪鬼が闇の帳を下ろす。夢を忘れるな。闇の帳。どうした、テイ。なあ、いや、やはり霊槍は預けたままだったか。すまない、それを確かめたかっただけだ。失念していたな。すぐそちらへ返しに行こう。いや、無用だ。片方だけでは使い道もないが、取っておくなり捨てるなり好きにしてくれ。貴重な霊槍なのは確かだが、一点物でもないしな。ま、多少の小言は食らうだろうが。それでそちらはどうだ。あれから何か戦況に変化はあったか。ああ、義の見届け役
や、そう見せかけていた黒幕が死んだ。サーヴァントたちを操っていた人物だ。二度と同じことは起こるまい。そうか、アーチャーも報われるな。貴殿はまだ赤坂に？間もなく立つところだ。予定よりも行くばくか早いが、頼信公が使いの者をよこしてくださってな。真の攻勢がだいぶ激しくなってきているらしい。陰ながら貴殿の勝利を祈っている。定成功。ありがとう宮本伊織。願いはこの手で叶えてみせるさ。そちらこそ最後まで勝ち残ってくれよ。お前にはまだ権利があるのだから。そういえば以前、江戸の町や人々を守るためにと言ったな。ああ、それはお前の戦う理由であって願いとは違うのではないか。なあ伊織、お前は何を願うのか。それは余計な詮索だったな。許してくれ。さて、今度こそお別れだ。ではな、伊織。またいつか。何を願うか。目まぐるしい今日がようやく終わる。伊織は、うん、十分に休めていると良いのだが、今宵の空はあの夜の空とどこか似ている。過去の記憶や真相に眠る意志、そういったものが経絡を伝って漏れ伝わり、そして意識が曖昧になった時に、それが夢という形で立ち現れるのやもしれん。セイバーが俺の過去を見ることもあるのか。ある。下手をすれば筒抜けだ。それこそ見せたくもない過去までな。港町の夜、月のごとき剣に救われたおのこは、あの剣を越えようと願い育ち、ただただおのが腕を磨いた。あの少年が昔日の君であったのならば、伊織、君が心より願うものは決して江戸の平穏などではなく、ああ、なぜだろう、今宵の月がやけに眩しく見えるのは、君を思って見上げたからだろうか。より、私は今宵も君を